SM 相談室のコーナー、もう不機嫌、もう不機嫌全然乗る気じゃないですよ、もうなんか拍手とかしたくないですもん。来てるんですよ、たくさん。いや、意味がわからないですよ、なんかもうさっき見ちゃったんですよね、若干悩める。え、なんか変なこと書いてましたよ、また。そうですね、はい、多分今回も強力なのが来ると思いますけど、はい、ちょっと 見ますか、もうじゃあこれ何ですか、2択、どっちか選んでくださいってことですか、そういうことですか。どっちにします、皆さん決めてください。下からいきますか、はい、下から、はい、じゃあいけますか、じゃじゃん、ジョナサン23歳、同い年ですね、はい、今回は読む、じゃあファンの人いないから大丈夫、僕は水瀬さんとフェアリンさんの大ファンです、ありがとうございます。その中、二人の番組が始まってとてもテンションが上がっている次第でございます。そこでお二人に聞きたいのですが、ズバリお二人の好みの男性のタイプを教えていただけますか。理想に近づけるかどうか分かりませんが、ぜひ参考にしたいのでのいいよろしくお願いします。下ゼロじゃん、もうジョナサンラブ、私ね、もうジョナサンみたいな人が好きです。最高、もっとそういう人がいいです。ジョナサンラブです。こういう人がいいですね。このお便りコーナーにこんな素敵なね。そうですよ。本当、しかも見てください、このなんかもう理想に近づけるかどうか分かりませんが、こういう人好きです。ぜひ参考にしたいのでっていう、こういう人がいいですね。はい。ズバリあなたみたいな人がタイプです。はい。もう終わりですか。終わりですね。はい、終了。じゃあもう 1分かかんなかったですけど。そうですね。いいんですか、もうこれで。じゃあミヤさんは。皆さん結構ありますよね、具体的なタイプですか。だからだって前回細かすぎて、前回に話をしましたよね、したかも、細かすぎてちょっとすごいいろんなストライクゾーンが狭いんですよ、はい、私、はい、言ってましたよね。で、私が逆にいなくって、あまり、あ、そう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 、そうそうです。だから好きな食べないのみたいな感じで、うん、皆さんが言ってた、言ってました、はい、1話目ぐらいで言ってましたんで、ぜひ。芸能人で言えば誰、やっぱディーン・フジオカで、私北村和樹ですかね、分かる分かる、中学校2年生の時にちょっと恋しちゃって、ドラマを見て、私も今ディーン・フジオカに恋してるところです。あなたの隣に誰かいる、あ、そうなんですか。え、あの人ちょっとあんま近くで見るとなんか微妙じゃないですか。いや、体型見て、体型、あ、はいはい、分かります。顔あんなちっちゃくて180センチ以上あって、はい、マッチョなんだよ。マッチョはいいですね。パクチーでも好きですよ、パクチー。パクチー好きでも何でもいいや、あの人があったらもう優しそうだし。ほんとこれだけでいいんですか、今日は。いいですか。え、ディーン・フジオカがその、え、なんて言うんだよ、ミヤさんって結構潔癖症やっていう、あ、潔癖症ですよ、ですか、うん、掘ってくる、掘ってくる、掘ってくる。ディーン・フジオカさんがその、まあ、いわゆる、まあ、不潔な人というか、その、まあ、脇がやったらどう思います、それ。手術代払います。でもしょうがないですからね、私が手術代払います。だって脇とかはしょうがないですからね。いや、もうそれは感知できないと。感知できない、世の中感知できますけど、感知すぐできますよ、はい、切ればできますよ。だって私付き合う前にそういうことする人なんで。もうディーン・フジオカがスカトロ種類でしょ。仕方ないと思います、合わせます。やるんですか。あ、だから食べられたり飲まれたりするのは別にもう、あ、そうですね、自分がしなければ。そうそうそう、向こうが M なだけなんで。そうですね、別にしょうがないなって思うけど、まあ、ね、止めはするね、お腹壊すよって、うん、それ強要してきたら、強要してきたら、まあ私絶対無理ですね。私はさすがに本気で付き合うと して付き合う人としてはちょっと考えられないかな。だって娘とかに見せられないですよ、そんな姿。付き合ってる人がいなくて遊びの人みたいなんだったらまあいいかなって思うけど、でもやっぱ真剣に付き合ったら。でもディーン・フジオカですよ。いや無理ですね。北村一輝がオラってした顔で、オラ食え、俺の唾飲めや。あ、いいですよ。唾ぐらいだったらちょっと。でも排出物は無理ですね。え、あの最終的に出る排出物もダメ。え、何ですか。その最中の最後に出るおしっことかじゃないよ。それは大丈夫です。大丈夫ですって。お父さんこれ飲んでますよ。やめてください、本当に。何なんですか。純粋な、純粋なジョナサン、ジョナサン、このコメントあって、これ何なんですか。したいだけじゃないですか、そういう風な方向に。もう私飲めないんだよな。え、私全然大丈夫です。私もう吐くね、もうペッて。そんなことしたらもうブチ切れるからね。そもそもですか、誰に向かってそんなことしてんだよってなるから。あいや、さすがさすが。いやいや、多分そういう人とあんま付き合ったことがないからかもしれない。まあ私もまあないですけど、ね、頼まれたら嫌だって絶対言うし、はい、
ちゃいますね。吐きそうになるもん ね喉以外がするんですよあれ。飲んだことあるじゃないですか。あるよって10代の時にそういうことは飲んじゃいますねって言ってるけど私飲んだことないですから大丈夫。あ、ないの。あら。ありますよお父さん。いや、ないないない。お父さんこの子飲んでます。ないですよ常に栄養分として飲んでますよ。もう一枚見ます軽く。一枚